インフォは、ジェネリックトップレベルドメインの一つである。情報サイトの使用を意図しているが、特に用途の規制はない。このことは、2000年後半に7つの新しい GTLD が公表された時に ICANN が明言している。なお、この GTLD 追加は1980年代、DNS が開発されて、以来初めての大規模な追加だと宣伝された。 これら180以上の提案から選ばれた7つの新しい GTLD は過密だった。コムドメインからの解放をある程度意識したものであった。インフォはこれら新しい7つの新しい GTLD の中で最も成功したドメイン名で2006年中頃で300万以上の登録がされている。それに加え160万のインフォドメインのサイトは生きている。 例えば、アメリカ同時多発テロ事件の余波で、ニューヨーク州都市交通局は覚えやすい、ドメイン名に切り替えた。チョムスキーインフォは、政治活動家のノームチョムスキーによる、もう一つの、インフォの使い方の恒例である。スペインインフォは、スペイン政府観光局がスペインへの旅行者を、増やすために使っている。インフォは、誰でもセカンドレベルドメインを取得することができる。 例えば図書館のような情報に関係するサイトである必要はない。コムやドットネットや org のように誰でも制限なくインフォドメインを使用することができる。これは登録に一定の条件がある。エド u やコープとは対照的である。なお本来は登録に一定条件を課すつもりであったが実質制限がない既存のドメインとは違い。 インフォは純粋に全く政権のない最初のドメインとして創設された。インフォは約37の言語で情報を意味する普遍的な名前である。インフォドメインはできて以来フィリアスが管理をしている。2003年、インフォは IETF が標準化した国際化ドメインに対応した最初の GTLD になった。ドメイン名の登録は公認レジストラによって行われる。 国際カドメインについても同じである。インフォの立ち上げ時には、ランドラッシュピリオドフェーズの前に、サンライズピリオドフェーズという商標保有者の登録を優先する期間が設けられた。このプロセスは、一般的な言葉でも、商標を持つ者の登録が優先されたため、多くの批判が紛失した。例えば、猫好きの人が登録の権利を得る前に、無限軌道の建設機械業者が、 キャット、インフォを取得することが可能だった。多数の詐欺的な登録が商標を持たないものによって登録されたが、この手順によって後にそのほとんどが排除された。しかし、いくらかは残ったためフィリアスは詐欺的な登録を排除する一層の努力が必要で、あると批判する者も,もいる。その他論争となるような動きとして、登録が始まる前に、 ICANN の依頼により329の国名・地域名ドメインが予約となったことである。このことはランドラッシュピリオドフェーズのために予備登録料を支払った人たちにショックを与えた。一方、ICANN の政府諮問委員会は称賛した。なお、国名・地域名・インフォドメインは2002年にその土地の関連政府、機関に開放された。 他の新しい TLD と同じく、インフォドメインでも、たくさんの名前が登録されているが、一般への認知度は低く、その多くが転売目的か。ビズドメインのように、電子メールスパムのような良くない目的に、利用されていると批判する、批評家もいる。ありがとうございます。